描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは特急ブラスターに付属のスコープレッシャーです。ここに重厚のスコープのようなモールドがありますね。下にはローラーがついているので、コロ走行ができます。背面には連結ジョイント、それから前には連結するための穴があるので、このように連結させることが可能です。こんな感じですね。単体のギミックについてはこんなところですかね。次は特急チェンジャーを使って遊んでみます。まずは何も押さない状態でセットしてみます。次は変身ボタン。続いて召喚ボタン。なるほど。そして乗り換え変身をします。特急チェンジャーにレッド列車を認識させた後、乗り換え変身ボタンを押します。なるほど。特急チェンジャーでの遊び方はこんな感じです。次はデラックス特急王にスコープレッシャーを合体させます。やり方はめちゃくちゃ簡単です。ピンクの腕を取り外してスコープレッシャーを取り付けるだけです。めっちゃ簡単です。この状態での名称は特にないようですね。そうですね、色味が変わりましたね。どんな必殺技を繰り出すんでしょうかね。すごく楽しみです。というわけで今回のスコープレッシャーのレビューいかがだったでしょうか。他のおもちゃと連動遊びができるのがいいですね。気に入りました。スコープレッシャーは特急ブラスターを買わないとついてきません。なのでこれ単体で購入することはできません。これだけ欲しい人にとってはちょっと残念ですよね。なんだろう、いつか最終合体をする頃に、忘れた頃にこれが必要になるんじゃないかなという、ガオレンジャーでいうガオジュラフみたいな存在になりそうなスコープレッシャーですね。次回の動画は特急乗車パス、特急バックルです。次のレビューも楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。描いていく未来のストーリー。